はい、どうも。知ってる？知ってるね。はい、どうも。Keep Only One Love FK です。おはようございます。現在時刻は、午前5時45分ということで、変な時間に起きてしまいました。今日もね、アルバイト夜勤あるんですけど、こんな時間に起きてしまうという謎のことをやってしまったので、まあまたね、お昼ぐらいから仮眠取ろうと思うんですけれども、まあ、その前に、動画の方をやっていきたいと思います。今日やる動画はこちら、リクエストのあったウィンストンの XS スピリッツメンソールということでやっていきます。あ、ちなみに髪切りました。なんかバッサリいきましたね。はい、一瞬誰かわからなかったって言われました。ということで、まあ、ウィンストンやっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。パッケージはこんな感じ。なんていうんですかね。暗めの緑に、XS っていうのをかたどって、ここになんかカプセルのマークがあって、なんか液体が滴ってますね。で、やっぱりウィンストンといえば、やっぱりこの鷹のマーク。鷹だよね。わし？鷹？鷹ですね。はい。鷹のマークが書いてあります。わしだったかな。あ、いいや、どっちでも。で、ウィンストン XS スピリッツメンソール8って書いてますね。で、ちょっと待ってくださいね。中身なんですけれども、はい、こんな感じ。茶色いフィルターに白い巻き紙で、ここにウィンストン XS スピリッツメンソールって書いてますね。で、フィルターのところにカプセルのマークが書いてあります。フィルターはやっぱりカプセルを潰しやすくしてるせいか、やや柔らかめ、巻きは普通といったところでしょうか。では吸ってみましょう。タールは8mm、ニコチン 0.7mm、 20本入りで420円のタバコです。発売日は2015年の12月4日、本当に年の暮れですね。ウィンストンがキャスターと、キャビンを統合して、ストレート系、スイート系、ビター系ってこの3つで、展開することになった時に出た、ウィンストンの、ビター系メンソールです。煙の量は、まあ、普通、ちょっと少なめといったところでしょうか。カプセルを潰す前はそんなにメンソールも強くなくですね、吸いやすいタバコです。で、味が長く楽しめる、新機能ロングテイストっていうのも、搭載されているんですけれども、他のタバコに比べるとそんなに長くなったのかなっていう感じですね。ですね、昨日3月22日、乃木坂46、14枚目シングル「春ジオン」が咲く頃が発売されました。私5枚買う予定だったんですけど、金銭的な都合で、3枚、うち初回限定版2枚、初回限定版っていうか、まあ A 版 B 版 C 版 D 版通常版ってあるんですけど、通常版1枚と A 版 B 版1枚ずつの合計3枚になりました。握手券ついてるのは A 版から D 版までなんですけど、私握手券が、2枚、握手券を2枚入手することができました。これ A 版です。はい、深川麻衣さん1人のジャケットですね。これ B 版です。表は、西野七瀬さん、橋本七海さん、白石麻衣さん、生田絵梨花さんが描かれていて、後ろには、選抜メンバー全員というふうになっています。そして、通常版。と
これは明治神宮野球場ですね。裏も明治だ神宮だと思います。メンバー全員が写っていますね。で、生写真なんですけれども、伊藤真理香さんと北野日向子さんでした。おしめんじゃない、まあ、それは置いといて、まあ、ちょっとタバコの方やっていくんですけど、そろそろ潰します。潰しました。なんかちょっとあれですね、奥深いコクが広がるとは言ってるんですけど、確かにコクはあるんですけど、ちょっと苦い味が広がってきますね。私の後輩はこの味をウイスキー系と表現しました。最近のカプセルタバコっていうのはやっぱりこうガム系の味がするんですけども、これはちょっと違いますね。ガム系ではないですね。味がガラッて変わります。やっぱりカプセル潰すとメンソールも強くなるんで、タバコの味とかは全部消えますね。今までになかったようなタバコです。さてさて、そういえば欅坂46も、ファーストシングルサイレントマジョリティが発売になるということで、発売になったのかな。乃木坂欅坂を推してる皆さんはぜひあの春ジオンが咲く頃、サイレントマジョリティを買ってみてもいいかなと思います。私まだサイレントマジョリティ買ってないですけども、ということでそろそろ消します。今まであったようでなかったような感じの、フレーバータバコに仕上がっています。まあ今までのそのカプセルタバコに飽きた方は一度試してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。